1579年10月26日、兵庫県で誕生。父は、斉藤利光。1582年、父の上司、明智光秀が謀反を起こし、織田信長を討ち取る。同年、山崎合戦で明智軍全滅。彼女の父も処刑され、親戚を転々とする。三条錦に身を寄せ、和歌や書道を学ぶ、稲葉正成と結婚。正成は、朝鮮出兵に出るが、成果が得られず、秀吉に叱られる。その間に入ってくれたのが、徳川家康でした。正成は、小早川秀秋の家臣となります。1600年秀秋は、関ヶ原の戦で、東軍に寝返り圧勝。しかし、秀秋は世継ぎがいなかったため、改易。正成は、再び浪人に。1603年彼女は徳川家康の孫、家光の乳母衆に応募。見事採用。理由、京都で和歌の経験を買われた。晴れて肩身の狭い生活から抜け出せる。と思ったら、さらなる試練が。家光に弟ができ、海の母。お坊は弟ばかりを可愛がります。そうなると次期将軍は弟の忠長か、と噂されます。重荷に耐えきれなくなり、家光は自害しようとします。彼女は一計を案じます。伊勢参りと称して、家康に直訴します。ただ、この行為は命がけでした。というのは、家康がすんなり聞き入れるとは限りません。家康は一応は、聞き入れましたが、現状を見るため江戸に行きます。実態を理解した家康は、家光を正式に三代将軍にします。1629年彼女は、従三位を賜る。1632年、従二位となり、北条政子と同じくらいになる。1643年帰らぬ人となりました。彼女は誰？